はい、ご紹介いただきました山梨県産業技術センターの阿部と申します。よろしくお願いいたします。基板やデバイスにダメージを与えない酸化物薄膜の生膜法ということで、ご紹介させていただきますが、最初のターゲットは酸化亜鉛をターゲットとして、技術開発を行いましたので、そのあたりの紹介からさせていただきます。で、開発の背景からですが、研究自体は平成16年2004年から始めていますので、ちょっと背景のところもちょっと当時のことがちょっと入ったりするので、今とちょっと違うかもしれないんですが、液晶表示のパネルの需要が急増している。で、それに使われている導電膜は、希少金属であるインジウムを使った ITO 酸化インジウム錫が使われていたので、資源の枯渇が懸念されているといった状況がありました。またそのターゲットとして酸化亜鉛自体は透明導電膜だけではなく、太陽電池であるとか光触媒などへの応用も期待されていたということで、この技術を何か開発できないかということで取り組みました。で、その当時の背景から要望される技術としましては、安価な亜鉛を利用した透明導電膜の生膜技術の開発で、さらにその生膜自体も高温下ではなく低温下で生膜プロセスができることというのが求められておりました。低温でできれば、樹脂等のフレキシブルなシートへの生膜技術もできるということで、取り組んでまいりました。で、開発した技術の、方式なんですけれども、名前としましてはプラズマ支援体積法という、プラズマを用いてちょっと生膜はしているんですけれども、プラズマアシスティッドデポジション法ということで PAD 法などと呼ばれたりします。山梨大学の方でもともとシーズ技術は持っておりましたので、そのシーズ技術と当センターの技術、また真空チャンバーの製造メーカーである中屋製作所さんというところと3社で研究に取り組んで、この方法をなんとか実用化しようということで取り組んでまいりました。で、この方式なんですけれども、基板がありまして、その基板上に薄膜を作っていくわけですけれども、原料の亜鉛、酸素とガリウム等があるんですけれども、この亜鉛自体は加熱して蒸発させることで基板上に供給をするようにしております。で、こちらの酸素につきましては、こちらでグロー放電で、高周波電の電圧をかけてプラズマ化した活性酸素を基板上に供給すると。で、ガリウム等の添加物につきましては、用途に応じて、これも加熱蒸発して基板上に供給するという方式になっています。で、この基板上で、活性酸素が高い反応性を示しますので、亜鉛と反応して酸化亜鉛ができると、この生膜上でこの場でできるという技術になっております。で、そのためその、プラズマの反応性を利用するので基板の温度を上げたりといったことが必要ありませんので、低温で生膜ができるというところが、ミソとなっております。で、導電率制限のために、ガリウム等を入れているわけですけれども、ガリウムをドープした、人工キサイドということで GZO というような呼び方もしますが、この GZO 膜をいろいろ作ってみて、評価したりしましたので、それをご紹介してまいります。あと、すみません、従来の生膜法との比較なんですけれども、先ほど申しましたように、インジウムがちょっと高い、枯渇の心配があるというところと、あと酸化亜鉛自体の生膜法もこの PAD 法ではなくて、スパッタリング法であるとか、MOCVD 法であるとか、スプレー熱分解法などで作ったりしているといった現状でしたので、やはり製造工程が高温であるとか、あとは排ガスが出るとか、いったところがあって、装置のランニングコストが高いといったことがありましたので、PAD 法を用いた装置で安価に作れないかということで、取り組んでおります。先ほどとちょっと図は繰り返しですけれども、真空チャンバー内に原料供給の、るつぼ、加熱るつぼ、また、酸素、活性酸素を供給するプラズマの発生源、等を、作っております。これは実験機用の絵なので、あとは測定器をいろいろつけてやりましたという例になっております。透明導電膜自体は各種いろいろありますけれども、現状は ITO が一番使われていると思いますけれども、他にもいろいろあるんですが、本技術のどこが売りかというところですけれども、透明性には問題が
ないというところがあります。で、導電率についてはガリウムを導布することで制御しておりますので、添加物がないとちょっと導電率悪いというところはありますけれども、十分実用に耐えうる導電率となっております。亜鉛を使っているところは、本当にイジウムに比べたら全然原料の輸出性はいいので、非常に有利といったところがあります。で、生膜速度がちょっと現状というか、この当時ちょっと遅いというところがあったんですけれども、それは原料供給の装置が1ユニットしかないということでちょっと遅かったんですが、並列に並べれば生膜速度の方は稼げるというところがありますので、問題ではないんですが、ちょっと最小限の構成でやるとちょっと生膜速度が遅いというような問題はございます。面内分布につきましても、特に不均一になるといったことは、ございません。で、価格の方は原料が安いということで、安価になっております。またこちらは先ほどの従来の生膜法との比較でいろいろ書いてありますけれども、低温で生膜できるのはやはり本技術以外にはあまりなくて、他の方法ですとやはり、基板を高温にしないといけないということが、ございます。で、ここのソフト生膜というのは、その真空容器内に、イオン等がいて、高エネルギーのものがいますと、そのガラス基板等につける分には問題ないんですけれども、何かデバイスの上につけたいっていうと、そのデバイスを損傷してしまうということがありますので、スパッタリングだとちょっと激しすぎてちょっと厳しいので、そういうデバイス上の生膜っていうのはできないんですけれども、本技術ですと、基板上でそのまま反応させますので、そういったデバイス上にさらに何か酸化物をつけるといったところもできますので、そういうソフト生膜が、基板にダメージを与えない生膜というのができるようになっています。で、大面積性につきましても、後ほどちょっとまた大面積のところは紹介しますが、ロールトゥーロールで、もういかようにも大きくできるといった、技術の方も一応できておりますので、ちょっと横集の方にはないんですが、後で追加させていただきましたので、ちょっとご紹介させていただきます。で、装置コスト、運転コストは、高温にしないといったこともありますので、低いといったことがございます。あと、ITO との比較ですけれども、インジウムの価格がやっぱりキロ3万6千円ぐらい、これは2017年ですから、去年の価格ですけれども、亜鉛の420円に比べればかなり高いということで、ちょっと、その辺は有利なところというふうになっております。そうですね。生産コストが安くなるということがあります。で、先ほど申しましたように、スパッタリングですと、そのイオンが介在しているので、プロセスによる損傷があったり、ダメージを受けやすい基板への生膜が不向きといったことがありますが、本技術ですと、そういうプロセスによる損傷はありませんので、プラスチック基板等へも問題なく生膜できますし、デバイス用への生膜も可能となっております。本日の特徴ですけれども、繰り返しになりますが、高反応性の活性酸素を用いるところが特徴となっております。このおかげで低温、高速生膜に適した生膜ができるということと、イオンが存在しないので基板にダメージを与えないと。で、太陽電池や液晶、有機イエルとの衝撃や熱に弱いデバイスに直接生膜することが可能となります。基板加熱が不要であり、プラズマの発生のところにもグロー放電を使っているので、そんなにエネルギー使わなくて省エネでいけるということで、そういった特色があります。また、真空チャンバー内にそのターゲットを何か持ち込むとかそういったわけではなくて、もう本当に純粋に原料の亜鉛と酸素を、それをこう、供給するということになりますので、それ以外の元素が入り込む余地がないので、高品質な膜ができるといったところも、特色となっております。本技術の特徴ですけれども、低温生膜が可能ということで、こちらに、ペットフィルム、あとペン、ポリエチレンナフタレート、あとポリカーボネートのフィルムに、生膜した、写真になっております。で、見た目透明ですけれども、可視光透過率も、90% 以上はあるような形になっておりまして、あとガラスにつけた場合も合わせて載せてありますが、こんな形になっております。こちら一応実際、ペン
ポリエチレンナフタレートのフィルムにつけた透明度粘膜のシートの例になっています。まあ、私の顔も見えると思いますが、可視光透過率は十分出ているかと思います。こちらは、膜厚が250ナノほどついてますけれども、ちょっと触ってだいぶ汚くなってますが、こういったフレキシブルのシートに、静膜十分できる実績がございます。で、また、大面積化に適した技術ということで、このように原流供給部を並列に、線状に配置することでワイドな静膜というのも可能になっております。こちらは 650×400mm のペットシートに静膜した GZ 膜の写真になっております。でこの線状の方向で、膜厚分布がどうなっているかを示した図ですけれども、ちょっと端の方は確かに少し膜厚変わるんですけれども、真ん中の部分については均一な膜厚が、保てているということも分かっております。はい、でこちらのこのスライドちょっとお手元の予行集にはないんですけども、その大面積化の技術に関連してもう一つちょっと特許を取っている部分がありますので、この特許番号6306437というので縦型静膜装置ということで、ロールからロールで巻き取ってその間に静膜するという、この3回に関連した特許をもう一つちょっと、取っているんですけれども、このように、原料供給部を縦に並べることで、静膜速度遅いという話もありましたが、縦方向に増やすことで静膜速度を稼ぐと。で縦方向に積んでいくので、スペース的には増えないので小スペースでできると。でまた、ロール部と供給部を、分けることができてメンテナンススペースを確保するといったところも特色になっていて、メンテナンス性もいいということで、従来のこういったロールトゥーロールで、テンションをかけながら静膜するんじゃなくて、このまっすぐ伸ばした状態で静膜できるといったようなこともありますので、大面積に関してはこういった特許も、一緒にご活用でいただければと思っています。実際のロールトゥーロールの静膜装置の外観はこのようになっております。で実際にデモ機も、ございますので、見学あるいは何かデモ的に静膜したいとか、そういったご要望もあればまたご相談いただければと思います。で静膜した膜の、特徴ですけれども、こちらが最初が、抵抗率のグラフになっております。横軸がガリウムの添加量で縦軸が抵抗率のオームセンチメートルになっております。で、何も添加しないと大体3火炎で、10のマイナス2乗ぐらいのオーダーなんですけれども、ガリウムを増やしていくことで10のマイナス4乗のオーダーまで落ちてくるという感じになっております。で、このデータちょっと古いんであれなんですけど、頭打ちなんですけども、ガリウム添加量は、この先もうちょっと増やすともうちょっ と、低減していくというのは一応確認はできております。またこの添加量横軸書いてないんですけれども、添加している量は重量パーセントで 1% 未満と微量の、量になっております。とこちらは解説で測った3回のピークが、実際静膜できているかどうかを確認しているところですけれども、ペット基板上の酸化塩、ポリカーボネート基板上の酸化塩で、静膜温度と膜厚がこちらにいろいろ書いてありますけれども、一番低いのはこの50度、あとこちらの52度とかですね、そのぐらいの温度で、静膜したものでも十分酸化塩できているというのは確認できております。すみません、あと予行集、ここはちょっと抵抗率が字間違ってますので、すみません、修正をお願いいたします。で本技術を用いてシートに、透明度粘膜をつけて、試作品をちょっと実物は今日はないんですけども、写真でこちらお見せしてますが、このようにフレキシブルに曲がる基板に透明度粘膜をつけて、この中身は、そうですね、電荷をかけると、球のビーズ状の物質の半分が青半分が白っていう物質があったんですけども、それに電圧をかけると所望の方向を向くんで白、青と白の色の制御ができるといったちょっと材料があったので、それで、こういった、各、山梨県と長屋製作所という山梨大学のマークですけども、それを、表示する簡単な電子ペーパーみたいなものを試作して、このようにフレキシブルに曲がるといったところを、試作したという例もございます。
想定される要素ですけれども、ディスプレイに用いられる透明導電膜ももちろんですけれども、先ほどから言っているように、フレキシブルなデバイスを作る際にも、ぜひご活用いただければと思います。で、低温低真空で制膜可能なので、デバイスへの積層デバイスへの直接制膜ということにも、ご利用いただけたらと思っております。で、原料を個別に供給しますので、今亜鉛を供給しておりますけれども、GZ のそのに限らず、亜鉛の部分をケイ素に変えるだとかアルミに変えるといったことで、いろんな膜が、作れる可能性があるということがございます。ガスバリア膜とかで SiO2 膜をつけたりとかですね、あとは酸化塩の膜、酸化アルミニウムの膜、で光学調整膜として酸化ジルコニウム、透明絶縁膜としての酸化ガリウムの膜ですね、あとは酸化チタンの膜といろいろ可能性はあるのではないかと考えております。こちらも積層フィルムの例ですけれども、プラスチック基板に直接、じゃあ反対側にガスバリア層をまずこの技術で SiO2 つけてみたらどうかと。で、その、保護層の反対側、実際の電池の方には、GZ の透明電極をまずつけて、で実際太陽電池を制膜した後にさらにその上にガスバリア層としてまた膜をつけるといったようなことも可能なのではないかと考えております。ただその実用化に向けた課題としては、亜鉛しかちょっとやった例がないので、そのケイ素だとかアルミだとかで実際最適な制膜条件というのはちょっとその都度見出していかなければいけないというのはありますけれども、その使用する原料と機材に応じた実験データの取得というのは必要になります。もしその酸化物薄膜を用いたデバイス及びその制膜を考えられている方ですね、共同研究であるとか特許のライセンス使用、あとはデモ機の見学であるとかのサンプルでの制膜等ですね、ご相談等何かあれば、ぜひお声掛けいただければと思います。で、一応こちらが、本技術に関する知的財産権です。山梨大学と山梨県中谷製作所で、特許を、取っております。で、こちら横押しにない、追加のところですけども、先ほどの縦型の制膜装置の特許につきましても、山梨大学山梨県中谷製作所で、取っております。一応この番号になっております。で、2004年から始めたということなんですけども、研究の、時代は2004年から、最初は経済産業省の地域振興コンソーシアム研究開発事業で行って、その後は戦略的基盤技術高度化支援事業で予算をいただいて引き続き行っておりました。また、山梨県の総合理工学研究機構という、機関があるんですけども、その研究テーマとしても、取り組んでまいりました。で、2016年にはその中谷製作所と山梨大学で、グループというか、その、技術を広めるための組織として山梨薄膜技術開発というのを作って今普及に努めているといったことも、行っております。もしちょっとこの特許をご活用されたいという方がいらっしゃいましたら、山梨県産業技術センターの、総合相談連携推進課の方までご連絡いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。